こんにちは。今日はこちらの新型のステッパーゴンのこちらのスパーダ16インチ仕様の車になります。こちら試乗今回させていただいた車なんですけれども、私もステッパーゴン買うんだったらこのスパーダで、しかもこちらの白、これがやっぱり一押しかなと思ってますので、ちょっとこちらのねご紹介をしようと思います。やっぱり僕はやっぱり好みもあると思うんですけど、まあ、白か黒かなっていう感じかなと思ってます。ちなみにこちらガソリン車の黒、こちら今度次回また、まあ、ナンバーついてないんですけれども、ナンバーついたら試乗の機会をいただこうと思ってますのでご紹介をいたします。まあ、白か黒かなと思っています。で、白非常にやっぱかっこいいし人気があるかなと思います。あちらにあるやつが私の今の黒なんですけども、やっぱり白かなと思います。で、この白に対してこのブラックアウトされたこのホイールがまた非常にマッチしてていいですし、なんか16インチっていう感じが全然しません。前の RP5 の時はもうめちゃめちゃ16インチだよって感じがあったんですけど、全然そういう感じがないんで、むしろ17インチのプレミアムラインのホイールの方がなんかちょっとね、僕今一つなんですよね、デザインが。こちらかというとこの16インチの方が引き締まってていいなって思っていて、こちらの方が僕はちょっと好みだったりします。で、まあ、こちら試乗してきたんですけど、そうだ、後ろです。後ろのこのビューも非常にいいです。で、こちら黒と白と、まあ、もう売れ筋どっちからかなって気がするんで、まあ、現物見ないとなかなかわからないところもあると思うんですけれども、白が非常にかっこいいと思います。これ横から見てもそうなんですけど、この白のこのボディのラインもしっかりとはっきりとこのような感じで見えますので、やっぱ白いいなって思われる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、やっぱり買うんだったら白かなっていう感じです。まあもちろん黒も、私も黒もね悩んでたんで、まあ黒がこういった感じになります。はい。で、スパーダとプレミアムラインの違いだっていうことで言いますと、簡単に言っちゃうと2列目のシートヒーターがあるかないかぐらいなんですけど、で、シートも私これ車乗せていただいたんですけども、ちょっと硬いなっていう印象が最初第一印象としてはありました、掃除、うん、プレミアムラインの方がやっぱり柔らかい感じがあった。だけどまあ乗ってみるとしっくり、まあ体にフィットしてくると意外とそうでもないかなっていう感じがあるんで、まあ、そんなにシートの硬さは気にしなくてもいいのかなっていう気はするんですけれども、こっちの方がファブテクトシートで汚れがついたとしても汚れがちゃんと拭き落とせたりします。なおかつ撥水加工なんで、こっちの方が長期的に乗るんだったら安心かなっていうのもあるし、あとはこのシート自体がやっぱ黒基調なんですよ。なんかそこがすごく綺麗でいいかなって僕思うんですけど、で、プレミアムラインになっちゃうと、スウェードなんですけど、完全な黒じゃなくて、ちょっと茶色っぽいんです。まあ、そこがちょっとね、僕がちょっと気に入らないなって思うところだったりしてるんですけれど、じゃあこっちのスパーダの内装の方がいいなっていう、まあ、こういったプライムスムースなんかももうこれも実績のある材料ですし、まあ、これをちゃんとふんだんに使ってるっていうところが、すごく僕自身は、いいかなって思ったりしているところです。こういったドアパネルのところなんかもプライムスムース使ってますんで、まあ、この材料は結構いいと思います。かなり耐久性も高いですし、なんか摩耗して破けたりとかすることも全然ない材料だったりしますので、で、まあ、ここ本革巻きのステアリングがついているっていうのもプレミアムラインと変わらないところですし、まあ、こういったスイッチの並びなんかも特に変わってないと思います。で、アダプティブハイビームがついてるついてないかの、まあ、違いぐらいです。あとは。で、この辺のパロナマビューなんかもついていますし、で、シートヒーターもちゃんとついてる。エアにはついてなかったですけども、こちらのスパーダにはちゃんとついてるし、だから使用装備も完全についちゃってます。で、USB もちゃんとタイプ C もついてますし、アウトレットもついてるし、だから基本的には装備は変わらないかなと思います。あとミラーなんかはもう今時になるとこういったガラスのミラーだとちょっと寂しいなっていうところはあるんですけども、まあこちらは私も用品よく出してるんですけど、ドライブレコーダーも全然 Amazon で買えるドライブレコーダーも性能がすごくいいので、まあそちらに、まあ1万円台から買えますんで、それに変えちゃえば全然申し分ないと思いますし、すごくいいかなと思います。はい。で、まあ2列目です。
だいぶ違うところが、まあ見た感じはもう全然変わらないんですけれども、まあ、ここのところがパネルがもうちょっとこう長いのがプレミアムラインだったんですけども、こちらのスパーダに関してはシートヒーターがないので、まあ従来の RP5 から引き継がれているこのコントローラーになってます。でシートヒーターがないんですけれども、まあシート自体はちゃんとファブテクトシートになってて、ファブリックで撥水加工がされているシートになりますので、まあ子供が乗っても汚れをそんなに気にせずとも済んでしまうというシートなので、まあだからこっちの方が僕はいいかなって思います。もう大人が乗るんだったら全然いいんですけども、まあ、子供がやっぱり乗りますので、そういった意味ではシートの汚れって結構気になると思います。黒基調ですし、余計その辺のところが気になるかなという気がするんですけれども、うん、私はスパーダの方が、まあ、それでもいいかなと。だから2列目のシートヒーターがつかないんですけど、何か後付けで、まあ、2列目のシートヒーターが別につけられるんであれば、もう全然スパーダで十分なのかなって僕個人的には思っていたりします。で、まあ、ついでにせっかくなので3列目のシートもどうかっていうことなんですけれども、まあ、3列目のシート自体もよっ、こんな感じで、はい、まあ、しっかりとこの辺の厚みも増されています。もう全然厚みが違います。もう現行型と旧型と触ってみていただければ全然この辺の厚みが全く変わっていますし、で3列目もちゃんとプライムスムース でファブテクトシートになっていると。で黒基調のファブテクトシートなので見た目もかっこいいというものになってますので、うん、まあ、やっぱり初めて私現物のスパーダ見ましたけど、やっぱスパーダの方が全然いいかなっていうのが個人的には感じるところだったりしています。あとは後ろです。まあ、こちらも電動のテールゲートになっている。で、エアー、まあ、ご紹介した時もマニュアルのテールゲートだったんですけど、マニュアルのテールゲートも全然やりやすいです。あ、ちなみにこっちがマニュアルのテールゲートなので、すごくねやりやすいです。何がやりやすいかって、すごくテールゲートはね軽いんです。で、普通に軽に乗られている女性の方でも普通に軽々とこうやって開け閉め開閉ができるようになってるっていうのがすごくねいいです。だから別に電動じゃなくても僕個人的にはいいかなって思うような、そういった作りになっているので、すごくいいかなと思います。で、スパーダの時も少しご紹介を、あ、でこのままだと一番後ろスライドしている状態ですと3列目のシートが取り出せないので、この状態でこれで上がります。こんな感じですね。はい、なりますと。で、エアーの時でもご紹介したんですけれども、この辺が低周波が伴いやすいということで、静心剤が結構使われます。で、スパーダも私の過去の動画で、まあ、ママにする動画だったんですけど、取り上げた時に静心剤こんなもんだよねってお話ししてしたんです。で、ここ実は洗えるように外れるように実はなっていて、マジックテープで止まってるんですけれども。このように見ていただくと、これフェルト材がものすごく分厚くなってます。で、材料も変わってます。で、これが静心材になっています。ここの部分全面にこうやって貼られてます。で、今までのステッパーゴンはここ全面には貼られてなくて、部分的にしか貼られてなかったんですけれども、この辺がもう全く変わってると。まあ、全部剥がしてみるわけにはいかないので、まあ、剥がれるところだけこうやって見てもちゃんと静心剤、それからフェルト剤、こういった形で使って遮音対策、防音対策っていうものをやってるっていうのが、もう表面上でもしっかり見て取れるところになっていたりします。はい、ということで、もう、まあ、来年になっちゃうと思うんですけれども、まあ私も、まあ、店長いろいろと協力していただいていて、で、まあ他店でもこういった形で車をね見せていただいているっていうのもありますので、買うんだったらもうこの車そのものの仕様で購入したいなと思っております。で、ちなみにガソリンついでなんですけれども、次回、まあ、ナンバーが取れた時に、で、あのここの
店長さんの方にも、まあ、お願いはしたんですけども、ガソリンはこのような形で従来のレバーで、でここの部分なんですけれどもセンターコンソールがない仕様のものになっています。でこちらはまあエアーです。で先日紹介しました8人乗り仕様の車になっているということですので、模様品は取り付けられていますので、あとはナンバーを取るだけと、まあ、いうことで、まあ、こちらの車を今度、まあ、ナンバーが取れた段階でまた試乗の機会をいただいてインペレーションをしていこうかなと思っております。はい、はい、ということで今回はこちらのステップワゴンのスパーダ、でこちらはスパーダの標準モデルの EHV になります。こちらの方の車両のご紹介ということで、まあ、私のお気に入りの1台ということで今日はこちらのご紹介をさせていただきました。当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますがチャンネル登録高評価いただけますと今後の動画の運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。